ハビエル・バルデムだ。ハビエル・バルデム。あの、はい、書いてくれた方、ありがとうございます。はいはい、ハビエル・バルデムって、007とかに出てるんですね。すげー似てた。めちゃめちゃ悪役。知らないだろ、ハビエル。いやいや、調べたらめっちゃ似てたし、かっこいいけど笑えた。いやいやいや、ペネロペ・クルスっていう女優さんの旦那さんなんですよ。あ、そうなんだ。で、今日はですね、また紐を焼きまして、はい、で緊急事態が明けたんで、はい、マスクを取っていいということで息がしやすいです。今日はね、はい、まあ、グリップとスイングの話かな。でグリップ基本的に何種類かあるじゃないですか、はい、でタイガーとかはインターロッキングですね、はい、で僕はオーバーラッピング。オーバーラッピングでこうなんかいろいろあるんですね。こういうインターメッシュとかなんか、はいはいはい、あのブレイクローマンとかの、はいはい、でこれやっぱり指を両手をこう接触した部分があった方が、うん、一体感は生まれると思うんですね、うん、でただその僕のゴルあのグリップ、僕なりのグリップのこだわりみたいなのがあって、はい、当然これはフィンガーで握ってます、はい、フィンガー指でね。そうですね、はい、まあ、小指は付け根ぐらいかな、はい、人差し指に向かってこう先端の方にこういきますね、はい、でフィンガーっていうことはパームよりこう長くなるんですよ。ここからここが長くなるんですよ。あ、斜めに持つからね。うん、斜めに持つから。でさらに俺右もフィンガーで、はい、ここ中指と人差し指をくっつけないんですよ。ちょっとこうこれはちょっと離すんですよ。飛ばしの技じゃないですかこれ。あのね、飛ばしで使ってるわけじゃないですこれ。実はな、俺曲がるんで、飛ぶけど曲がるんで、自分なりにこの一番自分の左手の一番手前から右手の一番先端までが、はい、こうやってやると結構グリップ端から端ぐらいまで結構いっぱいいっぱいだね、いきますね、はい、これだと長いじゃないですか、はい、そうすると曲がらないような気がするわけ。うーん、こう短いと、うん、こうやって短いと、うん、確かにこうヘッドは触れる。そうだね、ヘッドは触れるような気がするんだけど、はい、なんせやっぱりドライバーでもうたくさん損してきたんで、はい、こうできるだけ長く持つようにしてグリップを、うん、でこれでなんかこうここが長い方が手と、まあ一回アイアンでアップしましたけど、はい、手とヘッドのスピードがこう合うような感じがするんですよ、はい、でね、僕はそういう風にグリップしてるんですけど、はい、おそらくひょっとしたらですよ、はい、ひょっとしたらこういう短い方が、こうやって短く持った方がヘッドが走るかもしれないです、うん、分かんないけど、うん、でだけど今日紹介したいのはこの右手と左手がこう接触しない、はい、小指を外す。おう、だからこれベースボールってことか、かけてるってことはベースボールは一応この親指が野球だとこうなりますね、はいはい、あ、時松くん、はい、会長やってるね、めっちゃ大好き、面白い、はい、時松くん、はい、こんにちは、この間ありがとうございました。まあこれベースボールじゃないですか、ベースボール、はい、でベースボールってパームになっちゃうんで、はい、まあ、平ですよね、はい、まあ、フィンガーではベースボールちょっと難しいです、はい、グリップが細すぎて。でだから今までこれ9本、まあ、この4本しか触ってないんで、はい、9本を、まあ、10本、はい、まあ、これでも10フィンガーっていう人も多いと思う。俺も昔、はい、やってました、ドラコンとかの時に、うん、なんでかっていうとドラコンこういってクラブ長かったじゃん。あ、長かった、ね、長かった、はい、であれね、飛ばそうとかじゃなくてこうやって持つとやっぱり自分の腕力でもなんかクラブに負けちゃうような感じがしたんで、多分野球のバッターでもこうもしこう思ったらちょっと弱いよね、多分衝撃、ね、こう思ってるから強いと思うんで、はいはい、だから女性とかちょっと最近また飛距離が落ちてきたなとか、はい、でね、僕が思ったのは、あ、そういう人にぜひちょっと試してもらいたいなっていうのがあって、ちょっと今日久々にこう10本指を使って、はい、でもこれフィンガーで持とうがパームで持とうが、はい、ジャンボさんなんかもパームでロングサムですね、親指長く、あ、ですごいやっぱめちゃめちゃ握力あるんで、う
こっちがっちり固めて、はい、左手主体でボールをコントロールするじゃないですか。でもフィンガーの方が比較的こうリストが柔らかく使えてしなやかにこうしなったような、はい、球を飛ばせるかもしれないですね、はいはいはい、フィンガーの方が。でもまあ別にパームからフィンガーに変えろとかそういうことは言わないんですけど、はい、9本から10本はありなんじゃないかなっていうふうに思ったのが、はい、昔のそのドラコンやった時の経験上、はい、やっぱりドライバーとか持つとその長いからコントロール普通さピッチングよりは難しいじゃないですか、はい、で別にそのこうやってグリップを何だろう引っ掛けるとか、まあ、一体感が生まれるっていうのはあるけど、うん、別にこうやって握っちゃいけないわけでもないし、そうだね、別にこうやって離してもいいかもしれないし、はい、ただこう離しすぎると確かにちょっとこうよくわかんない、左手があんまりそうですね、なんでかっていうと左手より右手って下持つじゃないですか、はいはい、なのでこれだけでもこう肩は少し右が下がっちゃうよね、下がりますね、はい、でこれもしあこれ10フィンガーだともうほとんど変わんないです、でもじゃあもっと力が入りそうなもうちょっとこう離すって握ると、はい、すごい右肩がこうやって下がっちゃうんで、ね、はい、打つ時にこう左肘が余っちゃって結局うまく振れなかったり、はい、あとはもう一体感が全くなくなっちゃうから、結局うまく振れなかったりする可能性があるのと、はい、そのアドレスの体勢良くなるよ、はい、まあ、ドライバーとかならまだいいけど、はい、できるだけ、まあ、右手が下がったぐらいのこういう角度がいいじゃないですか、はい、でその10フィンガーをちょっと試してもらいたいなっていうことで、10フィンガーと普通の、はい、今日もまたトップトレーサーを見てもらって、はい、まあ、球筋がどれぐらい変わるか、わでイメージはいい、ね、うん、同じぐらいの同じようなスピードで、はい、球筋も一応ストレートぐらい系でちょっと打ってみ、はい、ますね、はい、みんな知りたいと思うね、うん、でこれ今これまずちょっと自分の自分のグリップで打ちます。すごいいい球、まあ、これピンを狙うような今ぐらいの感じですね。で番これ何番8番あごめんなさい、はい、8番やで今161ヤードですね、はい、で高さがあちょっと見えなかった、まあいいや161。じゃあ今度10フィンガー小指を外しちゃう。うん、ナイスボールで同じぐらいの感じで振ったんですよ、うん、あ、飛距離ほとんど同じ165。さっき何ヤードだったっけ全く同じぐらいじゃないですか、はい、で同じような感じで打ったけど、はい、最初パーンとこうライン出しした時にちょっとフェードしたんですよ、はい、多分俺の持ち玉系、はい、でも10フィンガーで打ったらちょっとドローしたじゃないですか。しましたね。ということは多少やっぱり右手が少し使えるから、はい、球がちょっとスライスしそうな人にも、うん、この10本指っていいかもしれない。でもこれ予想通りだね。めちゃめちゃ、うん、フックはしないし、うん、で飛距離もそんな変わんないで、なんだろう、8番アイアンぐらいまでは適用できると思うんですよ、はい、例えば3度とか短いクラブだと、はい、できるだけもう本当にサンドイッチなんかもう本当左手1本とか右手をこう添えてるだけっていう感覚なんで、はい、もうこう2本絡めようが、うん、3本絡めようがあんまり変わんないですよ俺。でこれがもし逆に右手こうやって離し10フィンガーで持っちゃうと、はい、多分打ちづらいかもしれない。ああ逆にね、うん、だけど長くなっていって、まあ、7番とかから上とか8番から上とかは、うん、僕が思うには打ちやすそうです。あ打ちやすそうな気がする。で今8番ね、はい、じゃあ今度ガクンと上がって、じゃあ5番にしましょうか、はい、5番で、まあ、できるだけ赤のピンを狙うような感じで、これどこ向いてんだろうな、うん、ナイスボール。
これまあストレートか。でも若干右に行くのかな。出る？まあちょっとだね。ちょっとだね。ちょっと。でまあキャリー206、217、はい、でこれを10本指。多分ね距離あんま変わらないけどフックしそうな気がします。なんとなくだけど。あ、これスライスした。スライスした。本当はね、そっちの方が捕まるわけなんだけど。わけなんだけど。スライスすると、うん、まあ飛距離は落ちる。で、ただこれ僕に適応するかっていうと、うん、多分しないです。うん、あのどっちで打ってもあんま変わんないかもしれない。はい、ただその女性とか。まあ、最近飛距離が落ちてきた人とかは、はい、で今はねなんで僕飛距離が変わらなかったかっていうと、うん、10フィンガーにしても、はい、右手を使うとかしなかったんですよ。あ、基本的に僕左5番アイアンとかでも全く右手ほぼ使わない、はい、こう左手のビューンって振りと体の回転、はい、でこっちはもう本当に添えて。じゃあさ、うん、ちょっと10フィンガーらしく、うん、ちょっと右をあの使ってみましょうかね。意識的に抑えないでちょっと使ってください、うん、使う感じね、はい、まあでもそんな一般的な感じで、一般的な感じね。少し右手を使う。おお、いい球だね。今は少し右手を、はい、あれ右行ってるね。いやいや、ほとんどまっすぐだけどね。で多分今キャリーが、いや、まあ、全く一緒ぐらいじゃない。そう、1ヤードキャリーが伸びたですね、うん、ただねトータルもね、あの僕はそのやっぱりある程度プロ歴も長い、ゴルフ歴も長いんで、はい、左手一本で打てちゃいますけど、はい、今みたいにこう右手を全部5本使ってあげると、はい、多分絶対打ちやすいと思うんですよ、ね、だからなんだろうな、今まだアイアンなんで、はい、これドライバーとかになったら絶対いいと思う。で例えばじゃあハンディもゼロとか、うん、もうすごい上手い人でも、うん、手が小さい人とかいると思うんですよ、はい、あの僕は、まあ、手袋サイズってここなんだけど、はい、まあ、25で、例えばハンディゼロだけど身長が170なくて、うん、グローブも22とかの人の場合、うん、結構これ長く持とうとしてもここは短いじゃないですか、はい、そしたら手がちっちゃい、ちょっとちっちゃいんだったら別にこう握っても全然ミッショットしなくないですか、はい、うん、でしょ、全然ね、うん、だから10本やってもいいんじゃないかなって思うんですよね。いや でも10本の方が球がやっぱり基本的に捕まるよ、うん、捕まるよね、うん、捕まる。で多分おそらくまあ、もちろんそのスイングの基本って足腰の何回も言ってきてますけど、はい、体重移動と回転とかバランス、はい、これ大事なんだけど、はい、結局はあとどっちの腕で振るっていうのも多少あると思うんですよね、うん、それはなんでかっていうと僕は左手だから。あ、でもひょっとすると右手のゴルフとかいろいろ上げてる方も いらっしゃるんで、はい、そのひょっとしたらそのハンデゼロの人でもハンデ20の人でも、いや僕右手で打ってますよっていう人いると思うんですよね、うん、そうですね。そういう人時は絶対じゃあこっちが主役なんで、うん、こっち5本持った方がいいかもしれないですよ。あ、でじゃあ今普通に10フィンガーでちょっと右手を左手の補助で使いました、はい、で今度僕は左手をやめて、うん、前スティンガーでもやったけど、はい、せっかく5本持つんで、はい、左のグリップを緩め、はい、右のグリップを強めで右手で振っています、はい、ひょっとしたらうまくいくかもしれない。そうですね、はい、本当に左では緩くちょっとギュッと右手で振りますよっていう。ちょっと左手のね癖が出ちゃう。そうなんだよね、これがプロなんだよね、うん、左手の癖が出ちゃうんです。でもこれって基本的にアマチュアの人のが顕著にいろいろ出るんだよね、グリップ変えると。でも、うん、今本当に左を意識
しないで右手で振っても、はい、まあ打てます、はい、全然打てる。でひょっとすると僕右手に使い慣れてないんで、右手をこれが慣れてきたらもっと飛ぶかもしれない、うん、分かんないけどね、はい、ただね今感じたのが、あの右手でいつも左手でこの辺に抜くイメージなんですけど、はい、右手で打とうとした時にちょっとやっぱ引けたんですよ。あ、自分で分かったんです。こう左、はい、いわゆるこの小池がこの間言ったチキンウィング、はい、こう右手でバンと打った時にちょっと引けた、はい、うん、ってことはなんとなく自分の結論的に10フィンガーはぜひ試してもらいたいけど、はい、右手だけで振るのは良くないのかな。そうだね、うん、だから10本の指は使うけど、まあ、できれば両手とか、うん、10本の指をしっかり握っておいて肩の回転で打つとか、はい、左右手だけ、左手だけは OK だと思うんだけど、右手こっち持ったから右手で叩くぞっていうのは、ああいうスティンガーとか球を低めに打つとかね、はい、そういう時以外はひょっとしたらやめた方がいいかもしれないのは、うん、どうしてもこういうキャストが起きちゃうかもしれないし、はい、あとは右手強すぎて、はい、結局左で打つ利点としては、ね、これも小池博士が言うように、はい、こう途中からね、昔からこう俺が気づいた、はい、小池に言われて、はい、消屈、はい、できるじゃないですか、はい、でもこっちの感覚まるで消しちゃうと、はい、右手で打とうとするとずっと右手のひらが正面を向き続けちゃう可能性があるんですよ。あ、そういうことね、うん、なんで今ちょっとスライスして球が高かったのかなっていうのが感じたこと、はい、だから右手で5本持って右手でまっすぐ飛ばすのは、ひょっとしたらこの右手をこうわざと、はい、このままこうやって振っちゃうんじゃなくて、はい、こう使わないとダメかもしれない。ダメかってことね、うん、で それがうまくいってくると、はい、さっきのこのチキンウィングがなくなる可能性がある、はい、なんでかというと右手をこのままこう振っちゃったら、うん、どうしても左肘が目標向いちゃうんで、うん、これ曲がるしかなくなるじゃないですか、はい、だけど右手をこう使ってくれると自然に左手も小屈の形になるんで、はい、そうすると左手の抜け場所と左の肘が下向くんで、うん、背が伸びるかもしれない、はい、でさっき一回僕が右手打った時は、はい、普通に右手をガンって使っちゃったんで、はい、こっち気味が、でその辺をこう気をつけて、はい、じゃあもっと長いクラブスプーン、はいはい、もう20分ぐらいやってるけどね。あ、もうじゃあ一回やろうじゃあ、今回は右手、はい、10フィンガーをちょっと検証してみましたけど、はい、もしまた機会があったら10フィンガーの長いクラブバージョンをやりたいと思います、はいはい、ありがとうございます。そして登録が1万人超えたんで、あ、すごいですね、はい、ついに登録数が、はい、昔よく言ってたんでね、はい、1万人とか100万人とか、はい、夢のまた夢だと思ってたんですけど、皆様のおかげで1万人を超えましたありがとうございます。1万人に見てもらってると思うと、登録してもらったと思うと、もう武道館が4分の3ぐらい待ってるんですよめちゃ嬉しくない？はい、いやめっちゃ嬉しいんで、もう嬉しいっていうか、もう本当にありがとうございます。本当ありがとうございます、はい、ありがとうございます。感謝、何かね、こうコロナが落ち着いたら必ずやりますんで、あのね、はい、そうオフ会みたいなのを、そうです、もうちょっと落ち着いてからね、落ち着いたら1万人ありがとう企画をやりますんで、はい、よかったらチャンネル登録と、はい、2万人になったらもうなんかものすごいのやりますんで高評価とか、はい、まあ、低評価もあってしかるべきですし、はい、あと全てのコメントを見させていただいてるんで、はい、大変身に染みることもありますし、はい、嬉しいこともたくさんあります、はい、本当に YouTube やっててよかったなと今思っております。あ、そうですね、思っております、はい、ハビエル・バルデムでした。違うでしょ、秋山です。あ、ロバート秋山でした。ロバート秋山、いやでもそれさ怒られるよ、ハビエル・バルデムよりロバート秋山さんはかっこ悪いじゃんって。ロバート秋山さんはちょっとそれはハビエルより自分はかっこいいと思ってる。それの方が怒られるでしょ。
そうか。ラビエル・バルデも絶対見てないんで、うん、見てるし奥さんも綺麗なんですよ。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。またお願いします。はい、どうも。はい。